ほら、はい、ローが夫婦剣。お前この野郎、サナちゃんに謝れ。ほら、こんな小さくて可愛い女の子、許せん。ふん、サナちゃん、もう大丈夫だよ。安心して。あ、もうすぐパンツ見えそうだ。うっせ、ババア。はい、私ですね、現在サナちゃんに夢中でございまして、今から貢いでまいろうと思います。では行きましょう。どけババア、どけどけどけチンピラ、俺の愛の力、おら勝てるわけねえだろ。でね、サナちゃんからのメッセージが来るかどうかっていうのがね、まあランダムなのかな、わかんないけどさ、すごいねメッセージが来た時嬉しいんだよ。ちょっと見ます、これもうすぐ僕の彼女になるんだよね、これ。サナちゃん、ほら、この間のお礼がしたのでお会いできませんか。いいね、実は俺も会いたかったんだ。え、そうなんですか。あ、もう一度会って話したいと思ってた。嬉しいです。どこで待ち合わせします。このハートやばいよ。このサナちゃんもね、俺のこと好きなんだろうっていうのね、すごいわかるんだよね。さあ、ここが待ち合わせ場所、待つよ。かわいい。野上さん、いや全然待ってないよ、俺も今来たとこだから。ありがとうございます。いやもう全然暇だったから、暇してもう、コンビニの箸の爪楊枝50本ぐらい集めちゃったぐらい、そんぐらい暇だから。こっちこそね、誘ってくれて嬉しかったよ。サナちゃんに何かプレゼントしよう。でも俺パーフェクトのやつね、買い集めといたんで。実はさ、サナちゃんにプレゼントがあるんだ。これなんだけど。わあ、いいんですか、ありがとう。めっちゃ喜んでんじゃん。どっか行きたいとこある？ずっと田舎に住んでたんで、こういう街で遊んだことがない。なるほどね、思いっきり遊んでテンション上がるようなところがいいな。どうしよう、まあ、19歳だから、まあお酒は無理でしょ。ってことはね、コンビニ嘘嘘、ゲーセンとか、ゲーセン、ダーツ、バッティングセンターってあるのか。ゲーセンだな。はい。UFO キャッチャー？うわあ、これは友人ヨーダの得意分野だな。俺あんま UFO キャッチャー得意じゃないんだよな。野上さん。私あのぬいぐるみが欲しいんです。集めてるんですよ。どれ？かわいい。いいね。お揃いで撮ろうよ。任せとけって。マジレスするとさ、この寝そべり系の姿勢のぬいぐるみって、この2本アームめちゃくちゃ取りづらいんだよね。てか取れた試しがない、正攻法では。左のアームでこう引く感じでいいと思うんだよね。うん、正攻法じゃ取れないもん。ただこの落ちるところあるでしょ、このプレートがないんだよ、このゲーセン。めったにないよ、そんなの。プレートがないゲーセンなので、左アームで取るしかないと思うんだよな。このゲームでそれをできるのかわかんないけどさ、左アームで引っ張っていくみたいな。掴むんじゃなくてね。あー、完璧じゃん。あ、もう間違いない。これいけるわ。サナちゃん、ちょっと待っててよ。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？うまく狙えましたか？
これでいけるでしょ、さすがに。マジで？ちょっと待ってくれよ。ふざけんな。アーム弱いんじゃないのこれ、設定。正攻法で取るしかないのかな、ゲームだから。いや、無理だと思うんだよな。持った。あ、乱数引いたわ、これ。アームがっしり掴んでる。オッケー、取れた。ちょ、俺の分も欲しいな。お揃いにしたいんだけど。ちょ、お揃いにしたいね。ちょ、俺お揃いにしたいから、ちょっと、サナちゃん、もう少し待ってて。あ、2個はダメだよ。俺も欲しいから。さあ、この位置微妙だね。あいやちょっと厳しいね。じゃ動画ではカット挟むかも。これこのサナちゃんの顔よ、早くしろみたいな。多分ね、女の子ね、僕とゲーセン行ったら本当にこういう感じで撮るまでやめませんよ僕は。うわっと、マジか。やっぱあのデカブツ邪魔だな。あれから取っちゃうか、もう。てか、なんで別シリーズなのに一緒に入ってるわけ、クレーンの中に。マジ邪魔なんだけど。この変なクソロボット。めっちゃ掴んでる。いらねー。 OK、 これいけたでしょ。うわー、なんでだよ。もういいだろう。俺今いくら使った、ちょっと数えてないけどさ、やばいよ。1回500円だもんね。もう今5、6000使ってんじゃない。まあでも5、6000使ってぬいぐるみ3体なら全然安いけどね。左アームで1回。あー、店員さんこれアシストしてくんない。もう俺めちゃくちゃ金入れてるよ。いや動かなすぎでしょ。うわ、なんかこの焦ってる感じリアル。いやもう普通に掴んでくんねえかな。え？いやこれもう叩け叩け叩け、もうこれ絶対ちょっと揺らせば落とせるから。サナちゃん、サナちゃんごめん、もう顔死んでる。まあ女の子ね、きっと俺みたいなやつとデートしたら嫌なんだろうな。よし、取れたー。オッケー、ペタワンコ。よしよし、お揃いになった、お揃いになった。お、かわいい。いやだからこのなんか見上げてくれる感じがやっぱいいね。僕身長ね、男の中ではそんな大きくないんで、やっぱねこんぐらいの身長のね、見上げてくれる女子ってのがいいよね。あ、やるよやるよ。楽しかった？あ、よかったー。どこかで座って休憩する？そうですね。はしゃぎすぎて疲れちゃった？大丈夫？さて何話そう。これ何これ、ちょっと待って、クソ楽しいんだけど。好みの男性とか聞いたらキモいかな。でも、もう俺はサナちゃんのことが気になってるんだよね、やっぱり。サナちゃんのことがガチで気になってるんで、ちょっとまあ、普段あんまり押すタイプじゃないんだけどね、押していくわ。サナちゃんはさ、どんな男性が好みなの？難しい？あ、ごめんごめん、変なこと聞いて。
年下年上どっち派なの、それぐらい教えてよ。年上たる、た、た、噛んだ。頼りがいのある人が好きなんだ。いやーどうかな、俺サナちゃんより全然年上なんだけどさ、かなり。ヤガミさん、俺の好み、俺ぶっちゃけ年上が好きなんだけど、まあもう俺の年齢で年上ってみんな結婚してるからな普通に。まあここはね俺は嘘をつく、年下が好き。そうなんですか。お何歳下まで OK？ そんなことまで聞いてくる？サナちゃん。待てよ、サナちゃん19じゃんね。で、多分ヤガミが35とかそんぐらいだったはずなんだよな。あ、だよね。知ってる、19ね。20歳上まで OK。俺普通に、俺リアルの年齢でサナちゃんの範囲内だ。まあでもね、これ何歳って言えばいいんだろう。でも20歳俺と離れてると18、まあ、5歳はありえないじゃんね。でも15とかでいいんじゃない。そうだよね、そう話題が合うっていう意味で20だと離れすぎてるし、5歳だと近すぎるしみたいな感じだよね。本当ですか。よし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 、伊達にね、あのプレイステーション2の頃恋愛シミュレーションゲームやってないよ俺。そんな差があって話題合いますか。だってほら実際こうしてサナちゃんと楽しく話せてるわけだし。よかった、楽しく話せてるんですね。楽しい楽しい楽しいよ。え、他？俺が気になること聞けばいいんだよね。趣味って何？音楽以外だと。料理？激アツだね。好きなんだ。カレーとか肉じゃが。いやもう最高じゃん。カレーとか肉じゃがとか女の子に作ってほしいよ。これはもう間違いなくあれでしょう。カレーはね俺も好物。そうなんですか。いや待って、めっちゃ好感触じゃん。実家のカレーが大好きでその味を再現しようと頑張ってる。あ、いいね。俺もね、家庭の事情っていうかいろいろあっておばあちゃんの家に住んでてさ、おばあちゃんがね昔よく作ってくれたカレーがすごい好きだったんだよね。その計画は順調なの？再現できない。最近はオリジナルに走ってる。和風カレー。へえ、そんなに。ヤガミさん。俺の趣味？え、わかんない。え、これどっちだ？まあ、ピンボールにしとくか。最近ハマってるんだ。面白いんですか？でも成功かも。ピンボールが俺の家にあるよっていうことを言って面白いんですかってこの食いつきでしょ。これも家にあげやすくなったよね。シンプルながら意外に奥が深い。台を買っちまうぐらいにはまってるんだよ。台買ったんですか。まあね、台がでかくて置き場所に困ってるんだ。ピンボールに飽きた時は困りそうだね。そうだね、デスクに行く時邪魔だし、ピンボールならスマホでもできるし、ハマってたからって勢いで買っちまった自分が呪わしいよ。意外にお茶目だ。ちょっと普通に照れてる俺がいいんだけど、はい、その厄介な居候さん今度見せてくださいね。もう俺の思考読まれてる。もうおいで。うん、意外な形で役に立った。まあね、写真はまだ早いと思うんだよね。うん。これで多分ナンセンスだから、まあ、あとは、残った。まあ、あんま興味ないけど。この街には慣れた？最初は賑やかでびっくりだったけど、いい人も多いし、好きになった。
それは良かったよ。だけど、これは普通に物騒な奴らが多いからでいいよね。まあ実際それで僕ら出会ってますからね。前回の動画の時みたいに。最近カムロ町で好き放題やってる京浜同盟、京浜かな。でもあの人たち意外といい人、いい人なの。応援してくれるんだ。へえ、マジで。奴らも虜にするとはすごいな。特に熱心なファンな方がいて、なんて言ったか確か葛西さん、葛西ってめちゃくちゃバカなやつなんですよ。葛西、どっかで聞いた名前。応援だね。ピンクのハッピーで熱心に応援してくれる。葛西も落ちたな。え、あー、話を切り上げるが出たね。写真はやめとくか。じゃあ今日はこんなところかな。あの人動画でバズってた。ああ、カムロ町の歌姫。マジか。やっぱ可愛いな。相手彼氏かな。あれってサナちゃんのことだよね。そういえばサナちゃんの上げた動画も話題になってるのか。私の歌を知ってもらえるのは嬉しいんですが。あ、よかった、俺写真撮んなくて。やっぱり店でよっか。そうですね。動画の影響力すごいな。まるで芸能人じゃないか。私もこんなことになるなんて田舎に住んでる時は想像もしませんでした。ネットでも注目されちゃった。それだけサナちゃんには人を引きつける魅力があるってことかな。そう言ってもらえると嬉しいです。注目されすぎるのは怖いけど。芸能事務所のマネージャーとは会ってみるの？はい。とりあえず話を聞いてみるつもりです。そう、そういう相談だったよね今回ね。困ったことになったらね、連絡してまた。頼りにしてます。頼りにして。うん、いえいえ、こちらこそ。楽しかった。俺結構ね、女の子に頼られるの好きなんだよ実は。よし、密度上がった。不思議だな、八神さんといるとあっという間に時間が過ぎちゃう。もうそんなこと言われたらちょっと 俺のこと好きなんじゃねって思っちゃうんだけど。あっという間に時間が過ぎるってずるいからね、女の子が言うと。八神さん、あうあうあう、もちろん。死んであったら連絡する。待ってるよ。気をつけてね。いいの送ってかなくて。大丈夫？気をつけてよ。足元とかね、いろいろ。メッセージ来た。ちょ、テンパってる、テンパってる。ああ、もう。ちょ、これ、あんますぐに返事返したらキモいかな。サナです。今日はありがとうございました。とても楽しかったです。これもどう考えても俺も楽しかったよでしょ。また遊ぼう。私はいつでも時間あるんで声かけてください。ああそうだね。八神の文章の打ち方ちょっと俺っぽいな。なんか空返事は嫌ですよ。オッケー。とりあえずね、こんな感じで今回ね、デートしてみたんですけど、いかがですか？僕はもう、サナちゃんの虜なんですけど、ああいうゲーセンのデートの仕方、もしもいいよっていう方ね、僕の方に DM ください。それでは。